もさて9月の定期演奏会のプログラムはです、ね、オストウォルド賞の系譜と題されておりましてアメリカの大きな吹奏楽の作曲賞であるオストウォルド賞の受賞作を古いものと新しいものと4曲並べたというプログラムになって えー、おりますで、まあ、その「オストールドショー」ということを、まあ、縦軸,軸に、まあ、アメリカの,、えー、ふあの古いといっても1950年代ですけれども、まあ、オーソドックスな清掃楽曲から、えー、ほぼ最新のシンフォニアゾーティアンのシンフォニアという曲まで幅広い作品をお楽しみ、えー、いただこうということなんですけれどもまあ ともは、いえども、このオストールと賞っていうのがどういうことなのかっていうことを。うん、中井さんはずいぶんその夏休みの間に、気合を入れて、ご準備してくださった。ので、でね、ちょっとお話しいただこうかと思います。うん、そうですね。あの、オストールド賞は、あの、まあ、よく、その、一番権威のある賞と言われてますけれども。まあ、もう一個重要な点として、すごく歴史が長い賞。 いろんな吹奏楽の作曲賞ってあの、まあ、世界あちこちにあるんですけれどもおそらくあの現在まで続いているものとしては世界最高の作曲賞なのではないかとそれはやっぱり同時にとても権威のあるものであるということと、まあ、今回あのあの事務局の方にこのリストを作っていただきました、えー、けれども多分名前を聞いたことがある作曲家あるいは作品がまあ結構あるのでは なないかなと、もちろんあのいわゆるマニアックな曲、えー、っていうのもあるかもしれませんけれども、まあ、今回も演奏されます朝鮮民謡の主題による変奏曲であるだとか、えー、こういったものっていうのはあの割ともう吹奏楽のスタンダードナンバーと申しましょうかになってますし、まあ、真ん中の方でも例えばロンネルソンのバッハの主題による、まあ、バッハの名による「パッサカリア」っていうのはこれももう世界中で毎年のように演奏されている名曲ですよね。 であと大事なことはこの作品もそうなんですけどオソロルズ賞ってどちらかといえば作曲者に贈呈する賞なんですね作品ではなくてなので特に初期の方だとこれがデビュー作になっている作曲家っていうのも結構おりましてまあいろんな意味でその吹奏楽の、まあ、オリジナル黎明期ですよねを、まあ、築き上げた賞であると、ねえー、いうところがまず一番大事なのではないかと。 で、ちょっと駆け足にですけどオスウォールドショー、えー、一体どういうふうにして生まれたのかということを、えー、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけどもあの長くなりそうだったらいつでもなんかツッコミ入れてください。これをやってる団体っていうのが ABA ってついてますが、ねまあ、アメリカンバンドマスターズアソシエーションアメリカ吹奏楽指導者協会っていうところですね、えー。これを作った人がエドウィン・フランコ・ゴールドマンという、えー、おっさんですね。えーがえー おります、この人です、はいえー、この人、もともとコルネット吹きだったらしいんですけどねあの誕生日が1月1日、まあ、どうでもいいんですけど <laughs> まあめでたい人ですよね、えー、この人、まあ、コルネット吹きであのオケでも吹いてた人なんですけど、えー、とメ,トロメトロポリタンオケだったかなあのオ,ペラオペラの座席オケですけど、えー、で、えーまあ、吹いてた方なんですけれども、えー、この人が1 9 2 9年に、まあ、作った。 たのがという組織です。であのまあ、ご存知の方も多いと思いますけれどもそれまでアメリカの吹奏楽まあアメリカに限らず世界なんですけれども、えー、っていうのはとににかかく実用音楽に過ぎなかったんです。えー、特にあのアメリカっていう国は軍楽隊っていうものが中心だったんですけどアメリカってちょっと変わった国で軍楽隊っていう名前なんですけど軍隊に所属してないんですよ。 あの民間の市民バンドが軍隊に頼まれた時だけ軍楽隊として機能するっていうものだったんですねであの実はコマーシャルバンドなんですあのデパートの呼び込みとかでそういうことをやってる商業バンドなんですよそれが軍楽隊っていう名前だったんですね、うん、でそこで野外で演奏するもんですから基本的にマーチばっかり演奏していたりとか、うんでまあ、だから外で演奏してるから例えばティンパニーは使わないとか うんえーまあ、使える楽器にも制限があったりとかしてで演奏の人も残念ながらそんなによくはなかったんですね。でそういった状況にこのゴールドマンっていう人は、まあ、よ,くよくないというかもうちょっと吹奏楽っていろんなことできるんじゃないっていうことを言い出してあの他の音楽形態と同じようにコンサートホールで聞く鑑賞の対象としての吹奏楽っていうものを打ち出した多分世界で初めての人なんです。うん でその実現のために、まあ、作ったのがこの ABA という組織なんですね。まあ、ABA は本当にいろんなことをやるもちろん演奏の質の向上であるだとか一番でかいのはあの世界の楽器編成を統一しようっていう楽器編成委員会っていうことを作ったとか、えー、そういうこともやってるんですけれども、まああのまあ、今回の話に一番近いのはそのいわゆるコンサートホールで演奏するにふさわしい作品がないということに一番 懸念をしてた人なんですで彼はゴールドマンバンドっていうご自身の,あの、えー、プロの吹奏楽団、ね、を立ち上げて移植荘演とかもたくさんやってます。で ABA も移植した作品を、まあ、ゴールドマンバンドが演奏したりとかあとは ABA の初代あの名誉会長がジョン・フィリップ・スーザーなんですけれども、まあ、そのスーザーの関係で海兵隊バンドです、ね、にも荘演をしてもらったりとかして、えー、例えばパーシー・グレンジャーの「リンカンシャーの花束」。 であとはそうですねあのダリウス・ミオのフランス組曲であるだとか、えー、そういったあの、まあ、吹奏楽の歴史に名を残す作品っていうものを数多く移植・荘演してきたのがゴールドマンとなんですで、えー。それでその吹奏楽の作品というものをどん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 発展させていこうということを考えた時に新作の作曲の奨励新しい若い作曲家に 吹奏楽の作品を描くということをまあ何だろう熱心にやってほしいなっていう信仰の目的で作られたのがこのオストオールド賞なんですね、えー、ただそのただ単に「書いてね」って言っても作曲家ってやっぱりそれで食っていかないといけないので残念ながらあの そうそうそうんななに物好きはいない、うん、特にその本格的に作曲を勉強している人、うん、片手間にではなくてですね、えー、に曲を書いてほしいっていう思いがあったならば当然それに対する対価まあ平たく言うと賞金です、ねえー、というものが必要になるんですが残念ながら体力的にそこで登場するのがアーネスト・オストウォルド。 という人なんですね。えー、と顔写真が出ますが、えー、とこの人です、えー、このアーネスト・オストールドという人が、えー、この ABA に資金援助を申し出るんですでこの人一体何者かというとですねあの、まあ、兄弟でアーネストあともう一人弟アドルフっていうのがいるんですけどもともとは何かど,どこの人だからドイツだかオーストリアだか の人なんですけど第一次世界大戦の後ぐらいにアメリカに移住してきましてユニフォームを作ってた会社なんですねでまあ,あの主に運転手さんとかですねの、まあ、制服ですを作る会社オストールドユニフォームっていう会社なんですけれどもを運営していた人なんです。 で、えー、まあそうなんですけどなんかすごく教育の振興ということに熱心な方でして、えーまあ、特になんかマーチが好きだったらしいんですよ。でそのなんか吹奏楽の音が好きだからその吹奏楽にお金を使ってほしいっていうことで ABA にポーンとお金を大金を寄付したんですね。でなんかでこの会社ってその後に第二次世界大戦になると。 あのユニフォームを作ってる会社ってあのアメリカにはたくさんあったんですけれども第二次世界大戦になると軒並み軍服を作るようになったらしいんですところがこのオストオールドさんの会社っていうのは軍服を作らずにひたすらマーチングバンドのユニフォームを作ってたらしいんですねでこれ例えばえー、とこういうこれオストオールド社の作ったマーチングバンド用のコスチュームらしいんですけれども 今これねヴィンテージものになっていてものすごい高い値段がつくんですって、うん、で、えー、これでもう独占しちゃうんですよアメリカのマーチングマーチングってアメリカすごいんですよ雑草の,の吹奏楽を凌駕するぐらいの,あの規模あのアメリカだとコンサートバンド雑草の吹奏楽とマーチングっていうのははっきり分かれてて、ね、あの全然あの扱いが違うんですけれども、えー、そのマーチングバンドの、まあ、ほぼ独占企業状態になってものすごい あのお金持ちになるんですねで、まあ、あの第二次世界大戦後もまあ継続してスポンサーを続けていましただからこの ABA オストウォールド賞のオストウォールドっていうのはこのユニフォーム会社のまあスポンサーの名前なんですね。で1964年の段階だとですね42の州とカナダから合計100局以上。 がもう集まるようになってたので、えー、相当メジャーな賞にまあなったみたいなんです。で、お、え、も、ー、いのはですね、えー、当時は、えー、これ、未発表の作品ですね。で、えー、とあと、どこからの移植にもよらない作品ですね。要は、この作曲賞に応募するために書かれた作品。 ねえーまあ、もしくは自主的に書いた作品、えー、でないと応募、えー、できないという規定があったんですけれども、えー、この1964年のこの「要項の後ろの方にはですね「というかこれレポートなんですけれども ABA 会に向けたセミファイナルにまで残った曲のリストっていうか実は載ってるんですよ。でこれ見てみると、えー、面白いことに、えー、例えば「クレア・グランドマンあの」バーンスタイン作品の吹奏楽編曲で非常に知られている。 人ですけどの中世の物語メディアブルストーリーってやつかなえーっていう作品があったりとかなんて言ってもロバート・ジェイガーの第二組曲ですねあとロナンド・ロプレスティのあるアメリカ青年へのエレジーっていう割と吹奏楽師に名前の残ってる超名曲ですねこれが応募されて落ちてるんですねうん。 あの今スタンダードになってる作品って意外とこのために書かれた曲っていうのがいっぱいある、うん、だから受賞作だけではなくてこの賞が存在したことによって生まれた名曲っていうのは意外ともっとたくさんあるんじゃないかなと。 で、まあ、それをたきつけた人っていうのがまた他にもいたりとかもするんですけどそれはちょっと後でお話し,しますけれども、まあ、そのいかにこの初期に他に競合する作曲賞がなかったからいかにアメリカという国で吹奏楽を書く作曲家が増えたことにこの賞が貢献してたかっていうことがここら辺の落選した作品リストからも分からないですね。うん、そ,うですねそしてまた 今回、プログラム順ではなくてこの作曲年代の古い方から少し中井さんにお話を伺っていこうと思いますが最初にあの古い曲といいますとクリフトン・ウィリアムズの「公共組曲」という曲です。あのファンファーレとアレグロも構成ウィンドウでは非常によく演奏しておりまして文化庁のですね学校公演でいろんな小学校や中学校に行くんですけれどもメニューが大体そのガブリエリの。 あの金管楽器の,あの中世の作品を聴いていただいた後次今度木管楽器を中心にモーツァルトの「グランパルティータ」っていう曲を聴いていただくんですねそしてだんだんこう歴史を追っていってで吹奏楽の曲っていうことでファンファーレとアレグロをダダンってやるとすごいかっこいいんですけれども、えーまあ、そちらの曲はまあ非常にもう何十回と演奏していることもあって今回はあえてこの「公共組曲」っていう 2, 曲 2, 2回目の受賞作を 選びましたが中橋さんにとってはも非常に面白い曲いこ,、うん、これ大好き、うん。ファンファレルとあれぐらい僕こっちの方がよっぽど好きなんですけど。クリフトン・ウィリアムズは1923年に生まれて1976年53歳という結構若くして亡くなる作曲家なんですけれども去年が生誕100年だったんですね、うん、あんまりなんか日本だと盛り上がらなかった気がしますけどもともとはホルン奏者だったらしいんですけれども、まあ、あの作曲もまあ あの若い時からまあ手がけておりましたで、まあ、第1回受賞作が先ほどから名前ながっている「ファンファレト・アレグロ」なんですけどこれはもともとはなんかたまたまそのオソールズ賞が募集があったのが1955年ですけどその1年前1954年にななん理由は分かりませんけど多分なんか気まぐれかなんかで書いたんですかね、うん、そこら辺よく分かんないですけど、まあ、たまたま作ったらしいんですところがそれが難しすぎて演奏できないって言われてしまって。 アファレタアレアグロがそう,う、うん、でそれがなんか難しい曲を募集してないはずのオストロズ賞になぜか出すんですけど、うん、でそれが第1位になったんですねなんかたまたまそのこのオストロズ賞の,の募集っていうのがいろんなところになんか広告が出たらしくてそれを目にしてあたまたまいい曲あるじゃん出してみようっ,つって出したら、まあ、たまたま受賞してしまった今ここに写しているのがあのその受賞式の時の写真らしいんですね。 あの真ん中にいるのがグリフトン・ウィリアムズで左側握手しているのがあのア,ド、えーね、アドルフ・オソールドさんですねあの弟の方ですあの実はあのゴールドマンとアーネスト・オソールドはこの授賞式の2か月前に同じ日に死んでるんですよあの病気ですあの2人ともあのゴールドマンが癌でオソールドが何で死んだんだかなとにかく病気ですたたまたま偶然だからあの この第1回授賞式を見ることがなく立ち上げた2人が同じ日に亡くなるというのはすごい偶然なんですけれども、うんまあ、さぞ無念だったと思いますけどで弟が、まあ、その後スポンサーずっと務めることになるわけなんですがその握手をしているで一番右の方はその審査委員長をされた、えー、元海兵隊バンドの隊長さんですね。 味を占めたのか何なのか最初からオストールド賞に出そうということを決めて書いたのが公共組曲なんですねで何曲応募されたかは残念ながら僕の方でもちょっと調べがつかなかったんですけれども2年連続で受賞するこれって相当なことだと思うんですね僕が主催者だったら絶対同じ人にあげない、うん、だってすごく閉鎖的になるじゃないですか賞が。 あ、なんか身内で回してんのねみたいな。変なふうに勘ぐられる可能性もあるし。うん、なんか同じようなもんじゃんみたいな感じになるのが恐ろしいと思うんですけど。にもかかわらず。これを、まあ、ショーにするだけの。やっぱり、理由っていうのが。あるんですね。それやっぱり。いい曲だからだと思います。よくできてる曲て、ね。曲非常によくできてる。ですね。じゃ、ど、どんなところがよく、ね。そうですね。まあ、あの。ちょっとフレを作ってきたんですけれども。 全全部部ででつの楽章で構成されています、うん、ち,ょちょうど全部入ったかな、うん、で1曲目「イントラダ導入」ですねすごい短いファンファーレ風の曲で,で第2曲「コラール」第3曲「行進曲」第2曲「古代風の部曲」ですねで第5曲「ジュビリー喜び」なんですけれども、まあ、全然性格の違う5つの楽章で構成されてるわけなんですがこれ冒頭の「 一番最初失礼、第一楽章冒頭がこういう音がすするんで,すがです、ね、この音からなる五、まあ、楽章でできてる曲で五音からなってるこれ結構ポイントだし最初が完全五度跳躍ですごい五っていう数字にこだわっていることが分かるんですけれども、えー、このシ・ファー・レミ・ファーっていうのがこの第二曲のコラールの第二主題第三曲、行進曲のトリオ主題第一曲、アンティックダンスのメロディー第五曲、ジュビリーの冒頭部分っていうのが全部この音程関係で作られているんですね。 例えば第5楽章に関してはこの冒頭一瞬だけこの音を使いますがその後いろんな楽章の断片が出てくるんですよね、うん、だからすごい伏線を全部回収して第5曲でまとめ上げるっていうね、えー、この構造っていうのがものすごくよくできている、うんまあ、よくあのホルストの第一組曲が同じようにねあの冒頭の音程関係で作られてるっていうんですけど、まあ、言っちゃなんですけど作曲ってそういうもんなので。 別にそれが取り立てて珍しいわけではないんですけど、まあ、当時の吹奏楽作品にこれだけ大規模に主題ろうそくでこれだけキャラクターの違うものを作り上げるっていうのは例があまりなかったと思うんですよね。うんまあ、いわゆる教育的、うんえー、っていう楽曲構造のまあ基本をしっかり押さえてるっていう点でもやはりこの曲が評価されたのは僕はすごくまあ正当なのではないかなと思います。 ベートーベン以来って言ったらいいんですかねその音楽の細かいそのこれまあメロディーというかモチーフをどのように積み上げて工夫してえ作曲作品を作るかっていうのはまあアカデミックなあらゆるクラシックの音楽のえアカデミックなまあ作曲方法の作曲家の大名代と言ったらえいいと思うんですけれども。 えー、その点でで非常によくできてるとそれであのそれをじゃあ聴き手があの聞かなきゃいけない理解しないといけないかっていうと必ずしもそうじゃなくて、うん、でもこういうふうに巧みに仕組まれてることによってなんとなく音楽に統一感を感じたりなんか返ってきた雰囲気を 感じたり、次から次へと新しいものを聞かされるだけだと羅列になっちゃうわけですよね。次の曲につなげるにあたってちょっとあの大事なことですけどクリフトン・ウィリアムズっていう人が取ったという事実が実はもっと大事なんですねこの曲自体ではなくてクリフトン・ウィリアムズっていう人はですね、まあ、あの大学で作曲を教え,る教えていた先生でもあるんですけれどもなんかとにかく なんかこう吹奏楽というものにこの後ものすごく力を入れるようになるんですよで僕このクリフト・ン・ウィリアムズという人となんかすごく共通点が自分の中で感じていてですね <laughs> それは一体何かというとですねこれ分かりますかねここにね猫が乗ってるんですよすっごい猫好きだったらしいんですね作曲中常に猫を膝に乗せていたあの コンポジションキャット、ヒズラストコンポジションキャット、代々いっぱいいたらしいんですけどね。うんまあ、っていうな非常に猫好きだったっていうのがまず,まず僕、すごく、まあ、親しみがある。まあ、で、まあ、別にそれはどうでもよくてですね、ごめんなさい、彼の弟子っていうのがおりまして、あの有名なのがあのこの後名前が出てきます、ジョン・バーンズ・チャンスですね。あとフランシス・スマクベスっていう人も 彼の弟子ですで、えー、あとですね日本だと全然名前知られていませんけど1967年にオストールズ賞を受賞してますロレンス・ウィイナーっていう人ですねこの人もこのクリフトン・ウィラーズの弟子なんですよで彼らはどうやらこのクリフトン・ウィラーズの推薦というか勧めによってオストールズ賞に応募したらしいですねだから自分の弟子に吹奏楽をかけかけとたくさん なんか消しかけたというか、えー、言っていたでその理由がです、ね、結構面白くてですね、あの、まあマクベスがこの追悼文をいろんな雑誌に書いてるんですけどインストルメンタリストという学術誌があるんですけどそこに書いてた文章の中にあの吹奏楽を他のすべての音楽と同じチームまで引き上げるという夢が彼にはあったっていうマクベスが証言してで,す、ねで、他にあの僕が一番親しみがあるのはここなんですけど吹奏楽がまだまだ未開拓の領域であると。で で必ずどこかにたどり着く可能性が高いで本人はとても保守的な作風の人なんですけど現代音楽の入り口として吹奏楽が機能するそれはなぜかというと国アメリカ国内にオーケストラはほんの一切りしかないがフットボールがある村には必ず吹奏楽団がある、ね、マーチおおそらくそういうことだと思います、うんまあ、だからそういうふうにいわゆる音楽の入り口として吹奏楽が機能する でそのの中にもしかしかかたら現代音楽の未来があるんじゃないかあそれフットボールのチームと同じような感じでコミュニティバンドやいろんなバンドがあるっていうことかな、まあ、要はオ、OK、ケよりもたくさん身近にあるプロ以外が演奏することができるっていうところにどうやら可能性を感じてたらしいんですねだからいろんな作曲家にかけかけと言った、うん、で質のいい吹奏楽作品がこの後オスワルド賞に応募され続けるのは実は彼がいろいろな人にそれを 働きかけてたからってていうののが実は弟子の証言からら裏付けられてるんですね、うん、だからこの人が第1回第2回を受賞したっていう事実って割と奇跡的なことなんじゃないかなとそんなに熱心じゃない人が撮ってたら多分ここまで継続しなかっただからよくクリ人ト・マイダはアメリカ吹奏楽オリジナル作品の父って言われるんですけどそれはやっぱりそういう裏事情があるんじゃないかなと思いますね。 まあ、なのにといいますかね、この公共組曲をこうすればそのクリストン・オイラーズの弟子として、えーまあ、学んだチャンス、この人も早く死んじゃうんですよね。1932年生まれて1972年に亡くなる40歳で、まあ、若くして亡くなる、あの事故です。 に電気が流れてのを誤って掴んでしまってまあ感電死してしまうっていうことなんですけれどもえまあこのチャンス <laughs> っていう人は高校3年生の時にあのすでに作曲をなんかやって趣味でやっていてオケのためのシンフォニーを高校3年生で書いてなんか自分の式で高校のオケに演奏してもらって学校の先生に「お前いいねいいね」って言われてまあ調子の手というか <laughs> まあ作曲に目覚めていく人なんですね。 でまあ、その高校の桶とか吹奏楽で打楽器を担当していた、えー、ということでですねあの、まあ、大学卒業した後はオースティン交響楽団とかあとはアメリカの陸軍第4軍学隊アメリカ国内の陸軍ですけど、えー、そこの軍学隊でティンパニをまを、あ、担当していた、えーでまあ、同時に作曲もまあ勉強していたらしいんですが、まあ、だからチャンスの曲ってすごい打楽器が効果的に使われてるそうですね アンサンブルっていうのはとっても大切なかっこいいところありますね。あと祈りと踊り、ズモンド踊りですね、えー、とかすごい打楽器が大事な作品なんですけど、でですねあのまああので演奏活動もやってたんですけれどもちょうど第二次世界大戦の時があの彼が学生の時らしくてで第二次世界大戦中は軍楽隊にあの放り込まれたらしいんですでそこで作品曲をたくさん担当することになってでなんか。 あんまりあのこの感想はどうかと思うんですけどあの戦争が長く続いていれば僕は幸せだったみたいなことを言ってるんですよねそれはずっと音楽に没頭することができて書いた楽譜が片っ端から取りになっていくから、うんえーまあ、それがいいか悪いかとりあえず置いといてそれがまあ大きな経験になってその吹奏楽というものに力を入れるまあきっかけになったのもまあ確かなことなんですねでそれで、えー、終戦後に <laughs> もう一回大学で引き続き勉強してるときに先ほどのクリトン・ウィリアムズに まあ支持することになってでまあおそらくグリット・オイダーズの勧めによってオストウォールズ賞にまあ応募しまあ受賞することになるだからこの曲もあの実は移植者、初演者っていうものがデータ的に不明ってことになってるんですがおそらくはオストウォールズ賞に出すために書かれたものであり初演はオストウォールズ賞のまあ受賞コンサートではなかったのではなかろうかとだからもし落選してれば この曲は知られれてななかかったかもしれないですよね、うんでまあ。朝鮮民謡の主題によるっていうくらいですから、まあ、この曲は朝鮮民謡を主題にしてるわけなんですけど、まあえー、アリランっていうね、えー、非常に有名な、まあ、朝鮮民謡がありますで先にちょっと曲の成立背景の方からあのやっつけてしまおうと思うんですけど、あのー、よくあの言われているのがあの「チャンスは」 朝鮮戦争の時にアメリカ軍の軍楽隊に従軍して、まあ、現地で聴いた戦律をもとにこの曲を作ったと言われてますがだからそれは誤りであるということがなんとなく分かりました何でそんなことが言えるかというとですねあの朝鮮戦争というのは1950年から1953年にかけてまあ行われたまあ戦争ですよねでチャンスは確かに第8軍楽隊 あ陸軍第8軍っていうこれ今でも朝鮮半島、まあ、ソウルの南に今駐屯してますけど今でも第8軍っていうのは朝鮮半島韓国に常駐しているアメリカの軍隊なんですけどそこにチャンスは確かに軍学隊員として派遣されてます大学基礎者としてなんですがそれは1958年から59年にかけてのことなのでもう朝鮮戦争終わってから67年経ってる時 なんですよだからまあまだまだ、ね、あのそんなに平和とは言えないかもしれませんけれども少なくとも戦地で見たっていうわけではないですねで、まあ、もちろんそこで、まあ、ソウルに赴任してるわけなんですけどそこで初めて、まあ、アリランに、まあ、触れて、まあ、非常に印象的だったのでその戦術を使って曲を作ろうと思ったことは、まあ、間違いないわけなんですけど別にそこに何か政治的な意図とか。 なんか戦争体験がどうとかそういう割と深刻な背景っていうのはそこにはないんではないかと、うん、でこの曲ってあの「スコアにトゥー・リンダ」って書いてあるんですけどあのリンダって奥さんの名前なんですよねそんなに凄惨な体験してたらそんな曲を奥さんに捧げないでしょう普通に考えて、うん、だからねなんか我々の悪い癖ですよねなんかそういう社会的なドラマティックなものと結びつけて音楽を語りたがる、ね、傾向ってありますけど この曲に関してはもうちょっと楽に考えていいんじゃないかなと。ます、えー、そうですね、まあ、あのそのアリランっていう曲先ほどから、ね、あの名前が出てますけれども、まあ、あのよく、まあ、南北、ね、朝鮮の統一のシンボルとしても、ね、扱われる非常に、まあ、大事な曲ですね「アリラン峠を越えていく」っていうね生き別れのなんかえ恋人はで,でもなんかどうやらアリラン峠っていう峠は実はしなかったらしいですね。でなんかあの 後日この歌がメジャーになった後にアリラン峠っていうのを後日作った、うんえー、っていうことがあるので、まあ、あ実はアリラン峠っていうのは現実では存在しない理想の、まあ、想像上の、まあ、地名だったらしいんですけどそもそもアリランっていうメロディーっていろんなバージョンが地方によってあるらしいんですよねあのウィキペディアにあのいろんなものが載ってますけど、まあ、例えばあのこういうアリランがリランとちょっと似てるような似てないような。また随分雰囲気が違いますね、うん まああのこれは韓国の伝統楽器を使ってまあ伴奏しているものですし多分、伝承的に歌われているものをあの録音したものだと思いますのでまあ地方にはこういうねあれあれ我々、我々が知ってるアリランとはちょっと違う考えてみればまあここに載ってるアリランそうですけど割と西洋的なフレーズ感ねあの日本の画角とかあの思い出していただいてもいわゆる西洋的表紙感っていうのは本来ないのがアジアの音楽なのでまああの我々が知ってるアリランって割と最近、今風ですよね。 いうなならば、まあ、専用風なんですよで、えー、これも実はあのあのケイキアリランっていうあの京都の京にあの近畿地方の木ですよねえー、て書いてケイキって言うもんですけど、えー、ケイキアリランという、まあ、アリランのバリエーションの一つでして、えー、どうやらこれはあの、まあ、韓国って一力あの日本領だった時期がありましたけれどもその日本統治時代1926年に作られたあのアリランっていう映画があります。 とてもいい映画だったらしいですけれども、まあ、そのアリランのまあ主題歌にまあこの「ケーキアリラン」っていうのが使われたらしいんですねで、えー、それであの韓国、まあ、朝鮮ですねに南北朝鮮にまあ広くまあ広まった、えー、というまあものらしいですでちなみにその「アリラン」という映画のサイレント映画のモノクロ、まあ、モノクロ映画ってこの後、ね、あとね別の曲であのキーワードとして出ていますけれども、えー、なんですけど残念ながらあの現存してない うん、らしいです、ね、リメイクはたくさん作られてるんですがあらすじは残っててリメイク版いっぱいあるんですけど、まあ、その最初に作られた1926年公開のものっていうのは残念ながら現在発見されてないらしいんです。うん、でそのケイキ・アリランっていうものがまあもうだからわりと近代に映画の主題歌としてね整ったものがルフしたのでなのでこういうふうにわりとわかりやすい感じになってるんですけれども、えー、まあ 例えば、そのケーキアリラン原曲をちょっと聞いていただきたいんですが。今前に映しているもの。ですね。二段になってますが、下が。そのアリランを。財布した。楽。です。ちょっと。ですよね。いわゆるメリスマ。っていうんですかね。うこういうふうに。そうそう、拳。ですね。まあ、わかりやすく言うと。あの。フレーズの最後で。音を。揺らす。 西洋の音楽にはなかなかないものなんですけどこれは東南アジア日本を含めよくあるやつですねあの日本人は手拍子したときに手をするので表紙感が悪いってよく言われますけれども西洋は叩いたらそのままポーンってなんですけど日本人は叩いたときにすっちゃうからそれを音にするとやっぱりこういうふうな揺れになるわけです、ね、この4小節目とかお分かりになりますかね あらありよーっていうふうにこれ「よ」ー一一小節一母音なんですすワンフレーズなんですーっていうまあ構造にまあなってるよとでそれに対しえまあチャンスのえ作ったものでは一体どういうふうにフレーズ作されてるかあの上の5線がチャンスが書いたもののフレージングですえちょっと主題提示文を2コーラスちょっとお聞きいただきます こういういうになってるわけですね何が言いたいかと言いますとここの話なんですけどさっき言ったようにメリスまでここまででここワンフレーズなのでこうなんですよね、うん、なんですけどアウフタクトとして取られているこことか検ツですよね1回目の時もここでフルートが加わるので明らかにアウフタクトとしてチャンスは書いてるわけ。 なんですけど実はこれはアウフタクトではなくてメリスマのの後ろの部分なんですよ、うん、だから厳密に言うと韓国の、まあ、朝鮮民謡のアリランとはフレーズングがちょっと違うでこのアリランって一小節で全部完結していてフレーズがアウフタクトはどこにも一箇所にもない。 えー、で、えー、さらに、えー、このチャンスの場合ってここが四分布になってここってなくなっちゃってるわけですよねでこれは多分ここの小節に形を揃えたここをアーフタクトとして取ってしまうとここと同じ音形にしてしまうとこっちはアーフタクトなのにこっちがアーフタクトじゃない。